はい、こちら東京競馬場です。晴れ渡っていますが、本日の予想は、片桐トラックマンによろしくお願いします。よろしくお願いします。アルゼンチン共和国杯ということですけども、ハンデ戦で、まあ、そうですね、はい、まあ、東京の 2500m、まあ、直線坂の2度越えということでね、割とスタミナは要求されるレースですよね、はい、前回祭からね、芝はクッションが、割と効いているということで、ね、はい、そこまでね、高速馬場ではなく、うん、若干時計もかかるので、よりスタミナがね、いるレースかなと思いますね、はい、まあ、同じ舞台で行われた春の目黒記念は ね、 そうですね、あまりにも流れが良くて前が残ったんですけど、わりかしね、この舞台はもう本当に差し追い込みが通常は決まるん で、はい、まあ、普通のね、ペースでいけば、まあ、道中はロスなく運んで決まりにかけるタイプが狙い目かなと思いますけどね、はい、なるほど。というわけで本命は、ちょうどね、よくね、いい内枠も引けた里のソルタス、はい、そうですね、前走は結構個人的にも驚きましたね。そうね、まあ、オールカマーはね、はい、スローペースで、まあ、前が残るシチュエーションでね、しかも、まあ、レイパパレーグローリーベイズとか G1 番も出て、はい、ウィン・マリリン、ウィン・ティティスといったね、はい、G2 番が出た豪華な流れだったんですけど、うん、豪華なメンバーだったんですけど、それらがね、割と、まあ、1、2着馬は最内枠引いて、はい、レイパパレーを先行したり、ね、うん、ロスのない競馬をしてましたからね、はい、普通に臨んだら太刀打ちできない状況だったんですけど、うん、はい、里のソルダスはね、後方から大外を分回してね、はい、最後ね、目立つ足色で、コンマ5秒差6着、はい、メンバー考えたらね、非常に上々の内容でしたね。そうですね、本当6歳でもね、まだまだという感じでですね、うん、心身ともにね、うん、ようやく完成、はい、もうグリーンカーとかつけてね、ようやく、うん、競馬がね、安定感が出てきたなという印象で、まあ、言うなれば今が旬かなというような感じですよね、はい、まあ、55キロという筋量はどうですか、ハンデ55キロはね、まあ、ちょっとそこまでね、うん、恵まれた感はないんですけど、はい、まあ、逆に一番人気のね、オーソリティが、はい、57.5 と背負わされてるんで、はい、うん、まあ、付け入る隙はあるかなと、はい、まあ、大型バラらしくね、うん、1回使って効果っていうのも十分見込めるんで、はい、まあ、大枠通りね、はい、道中インでじっとしてうまく持ち出さればね、はい、まあ、チャンスかなと思ってますね、うん、はい、そして先ほど上がったオーソリティが対抗ですか。そうですね、はい、昨年のアルゼンチンはね、うん、びっくりするぐらい強かったんですけど、はい、当時はね54キロでね、うん、人気的にも、まあ、3番人気でマークされる立場じゃなかったんですけど、うん、はい、今年はね 57.5 で、1番人気ということで、うん、ちょっと状況は変わりましたよね。そうですね、で昨年も同じ休み明けで勝ってるんですけど、うん、まあ、こういう長丁場でね、はい、ぶっつけっていうのは有利ではないですし、もともとちょっとね、かかり癖もあって、はい、乗り難しいところもあるんで、うん、ちょっと全幅の信頼とまではいかないですよね。なるほど、付け入る隙はあるということですね、うん、その他に注目している馬はちょっとね、黒三角がアンティシペイトだったんですけど、はい、ちょっと大外枠ということで、うん、ちょっと乗り方がね、はい、難しそうな感じはありますね、はい、だったら、5番に入ったフライライクバード、こちらも3勝クラスを勝ち上がったんです、ね、うん、なんかね安定してないんですけど、はい、勝った時が非常にいつも強いんで、うん、はい、まあ、都合にはまればという感じですかね。そうですね、岩田騎手も頑張ってもらいたいですね。あとね白さんが つけた馬たちもね、はい、割と、外目の枠を引いてしまったんで、はい、この状況でこれはいいなっていうのはちょっといないですね。あ、なるほど、まあ、ちょっとオーソリティがもしかして崩れた場合には、はい、相手はどれになるかわからないっていうぐらい、うん、コンセント、ちょっと本当にね恵まれれば来そうな馬っていうのはたくさんいるんで、うん、はい、ハンデ戦らしく混戦ということですね、うん、まあ、結論としてはね、里のソルタス今のところ単勝オッズもね、はい、7番人気18倍とね、かなり妙味がありますね。妙味があるんですけど、うん、馬券はもう手広く手広く行くしかないかなと、はい、馬連総流しでもいいぐらいの勢いで、そうですね、まあ、単勝は18倍なんでね、はい、この辺も抑えていきたいですよね、うん、はい、じゃあそれ里のトラスの末足に期待しましょうか。期待したいですね。はい、すいません、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。